東京4年、時の将軍綱吉はあらゆる殺生を禁止する法令を発した。世に言う生類憐れみの令の始まりである。犬猫牛馬鳥類魚介類に至るまで動物を慈しまぬ者には追放切腹打ち首獄門と苛烈な厳罰が処せられた。この物語は犬公方と呼ばれ恐れられた将軍綱吉の圧政に虐げられた民衆たちの悲痛な叫びの記録である。優しい目をしているなぁ。これか椅子か。出てきた。どうしたらいいの。おうん、優しい目してんな。よろしくね。うん、どうした。No problem. No problem. This is right. Yeah, this is now. This is. Yeah. Nice man. From here, right here. Right. Okay. Ah. Yeah.あ、なるほどね。ジャパン。ジャパン。いや。ああ。Yeah. Okay.うぅ、たけよ。行ってくるぜ。His name? Lizzie. Lizzie. Yeah, Lizzie. How old is she? She? 22 years. 22歳か。お年頃だね。高くて気持ちいいな。人を見下ろす感覚はいいね。かわいいかわいい、相当かわいいよ、相当かわいいよ、うん、かわいいかわいい、かわいいけどちょっと痛い。上様、何すんのさ。